はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。今回は水野のサッカースパイクレビューしていきます。ドン、そしてドンというところで、こちらですね、今回はモナルシーダネオ2プロです。定価は 12,650 円、アッパーはマイクロファイバーで、アウトソールはモレラネオ3と同じ軽量ソール採用しています。モナルシーダネオ2シリーズっていうのは、一応全ランクをこうざっとこうレビューした動画っていうのはもうすでにアップしてるんですけども、今回はその中でもこのモナルシーダネオ2プロにちょっとフォーカスして詳しくレビューしていきたいなと思います。今回のカラーに関してはもうホワイトアッパーで、シューレースも白なんですけど、せっかくなんでちょっとゼルガイドシューレースに変えて履いていきたいと思います。ゼルガイドシューレースのネオングリーンカラー、こちらをつけていきます。じゃあこんな感じで結構爽やかになりましたね、これの状態で履いていきます。まあね、モナルシーダネオ2プロ自体は僕も結構履いてて感触はだいたい分かってるんですけど、改めて新しい色出たっていうところと、この色結構僕好きなんで、また改めて履いていきたいと思います、やっぱ軽いね、ネオプロは軽い。はい、というわけでモナルシーダネオ2プロ履いていきました。ポイントを挙げますと、まずは軽量というところ、そして耐久性がある、あとはモレリアネオ3と同じアウトソール採用しているところ、そしてアッパーは前面が人工皮革マイクロファイバーが採用されているところですね。まず軽さについては、片足重量が約 195g です。モレリアネオ3が約 200g なので、それよりもさらに軽いっていうのと、あとは今現在通常市販されている水のスパイクの中で一番軽いスパイクがこのモナルシーダネオ2プロです。実際履いていてもプレー中の警戒感とか、キック時の警戒感、そしてドリブル時の足さばきの良さっていうのは好感触でした。でね、フィット感的にはモレリアネオ3と全く同じっていうわけではないです。やっぱりね、人工皮革なんで、カンガルーレザーのようにすぐね、足にスッと馴染んでくれるようなところはないんですけども、その分ね、人工皮革の良さっていうのもあって、耐久性がいいというところで、あとはやっぱりカンガルーレザーほど伸びすぎない、あとは激しい練習の中でも、人工皮革だったらある程度の安定感だったりサポート感というか、そこがレザーだったら、カンガルーレザーだったらグッと踏み込んだ時に足がちょっとこう流れ気味になったりとか、ブレる感がもうね、起こってきますけども、人工皮革なんだから、そこをこうグッと足がブレないようにある程度こう持ちこたえてくれるね、ところっていうのもね、人工皮革ならありますし、そこのブレにくさっていうかね、そこはやっぱレザーとこの天然皮革と人工皮革の違いというか、人工皮革のメリットの一つというかね、そんな感じです。ただフィット感自体はね、全然悪くなくて、割とこうソフトにこう仕上がってくれてるんで、硬すぎても全然フィットしねえなみたいな、そういう違和感も特にないんで、で足全体をこの人工皮革がこうバシッとホールドっていうよりかは、きつすぎずタイトすぎず積み込んでくれるみたいな履き心地ですね。
だから違和感はそんな少ないんで、うん、全体的にこう癖なく、とにかく癖なく作りましたよみたいな感じがこう感じれるっていうかね、そんなイメージです。だからかかと周りもね、まあ、個人的にはもっとねこうキュッとなってくれてたらもういいかなとか思ったりするんですけども、多分ここら辺もこういろんな人のかかとの形状に合うようなこのかかとの幅感だとか、あえてそこをキュッとしすぎずに標準的なかかと幅みたいな感じすることで、まあ、いろんなかかとの形状、かかとの傾斜とか、かかとの膨らみ具合とかにまあ合いやすいというか、そういういろんなかかとに対応するみたいな、作りになってるっていう印象ですかね。あとはまあかかとの内側とかも人工スウェードっていうね、まあ、いわゆる肝素材が採用されてて、まあ、かかとを柔らかく包み込んでくれるフィット感実現されてました。で、あとはまあモレリアネオ3と同じエンジニアードフィットラストネオっていうものがこう採用されてまして、まあ、横幅は標準幅ぐらいですかね。つま先に行くとちょっとこうタイト感も感じるっていうね、幅感になってますけども、まあ、基本的には標準幅なんできつすぎることなく履きこなせるってところですね。まあ、足幅が広い人だとちょっとあのきつさを感じるかもしれないですけど、まあ、標準幅だったり細めの足型とかの人だったらあの問題なく履きこなせる幅感になってます。で、インソールはあの滑り止め効果のあるゼログライドライトインソールのブラックカラーのものが採用されてますね。適度に、ね、滑り止め効きます。で、もっと滑り止め効果が欲しいって方はあのもう一個ね、上のランクのゼログライドインソール使ったりとか、まあ、あとは人によっては普段から愛用しているインソールに取り替えて履いてもらっても全然大丈夫です、はい。で、あとアウトソールについてはモレリアネオ3と全く同じもの採用されてますんで、スタッドのグリップ感だったり、こういった人工芝でのスタッドのねこうしっかりとした刺さりの良さとかっていうのもね感じれましたし、で、まあ、土でも人工芝でも天然芝でも、まあ、安心して履けるっていうところですね。人工芝でもしっかりとグリップ効いてくれてました、はい。っていうところで、まあ、軽い、そして耐久性ある、でこういった雨の日とか練習でも、まあ、ガンガン使える、たとえ土で使って汚れまくっても手入れが楽っていうところ、このアッパーパターンとかも極力こうモレリアネオ3に近い作りになってるってところですね。で、ラストはモレリアネオ3と同じですし、アウトソールもモレリアネオ3と同じで、あと価格もまあ高すぎない、定価が1万2000ちょいなんで、そこのコストパフォーマンスもいい、なのでだからそういった特徴がしっかりと出てるんで、普段試合用にモレリアネオ3履いてて、それになるべく似たような練習用スパイク探してる人はモナシシダネオ2プロっていうところも間違いなく言えますしね。あとはまあそういった軽くて、コスパも良くて練習でガンガン使えるスパイク探してたっていう時にもモナシシダネオ2プロがマッチしてきますし、あとはまあその練習でもガンガン使えるっていうのは先ほどから言ってますけども、まあ、もちろん試合でもガンガン使えますし、本当ね使い方の幅は広いというか、いろんなシチュエーションで使えるっていうところ、だから一足これ持っておけば本当重宝するというか、俺が高校生の時にこれがあって欲しかったみたいな感じですかね。あとだからなんだろうな、 DSi と X フライ4のアッパーパターンで、あのアウトソールでアッパーが人工比較のやつとかも出てくれたら面白いですけどね、はい。まとめるとそんな感じですね。あと他のモナルシーダー、あのモナルシーダーネオ2ジャパンとモレリアネオ3の比較とかね、なんか面白いなとか思ってますし、そこら辺もいつかやりたいなと思ってますしね。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクもりさん、ごめんでした。